でもなんかすごいノーマルなんじゃないですか、ね、そうですね、話聞いてると、うんうん、なんかありそう、なんか、なんか性癖ない。僕も背高い人ほんと好きで、その、でかければでかいほど僕は良くて、上限ないね、もう本当に170センチ以上はもちろん大好きですし、ちょっと僕もそのやっぱ大きい女性好きなんでちょっといじめられたいじゃないですけど、 M 的なところはあるかもしれなくて、前付き合ってた女性とかとは結構その好奇心でいろんなプレーもしましたし。どんなプレーしたんですか？まあちょっと お互いのおしっこ飲んでみたりとかしたことはあります。あるじゃん。絶対ちょっとコアなこと好きそうな。そうですね。あとなんか片方が細くてなんか片方が太いみたいなシリコンの棒みたいなのを女性が買ってきたんで、それちょっとなんかローションで穴ルに突っ込んでみたりとか。なんかそれでハマったことはないの？なんかやっててこれめっちゃいいなみたいな。めっちゃいいなって別にその嫌じゃないんですよね。別にそれをすることが嫌じゃないから、そのこれいいやともなんないですね。いろいろすることは全然ありなんですか？全然ありです。これは嫌もない。まあ確かにちょっとうんちの方まで行ったら根を上げるかもしれないですけど、でもまあどうしてもって言うならまあどうしてもできるんですね。じゃあどうしてもで、その一杯無理ですけど、その一口二口ならじゃあどうしてもっすよ。どうしてもどうしてもでも嫌だよ。じゃあどうしてもお願いされた場合ですよ。でも割と何でも叶えてくれる。そうですね。そうだから、そうです。だから早漏のコンプレックスがあるんで、やっぱその求められたことは何でもしてあげたいっていうのはそれもちろんありますし。あ、ちなみに男性経験はどうしてもって言うなら本当にどうしてもない。その相手が他にいるなら僕はちょっとそれは僕は遠慮させてもらいますけど、はい、基本的には基本的にはでもいけそうですね。交渉次第とか、交渉次第というか、まあ